みーす。どうもー、ノーキンライダーでーす。今日はこれからジグサーちゃん、初めての高速道路に乗ってみたいと思います。果たして 155cc で高速道路をストレスなく走行することができるのかちょっと検証してみたいと思います。おい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 、随分混んでんじゃねえか。車どもジグサー様に道を譲らんか。お、左側にでかい隙間発見。さらばだ車ども。この濁みで妖艶な左すり抜け技術を見ろ。あ、なんちゃって。すり抜けなんてするわけないじゃないですかバカだな。こう見えて僕は我慢強い方なんで、お願いですから警察さん、このまま僕に声かけないでどっか行ってください。きっと後ろのトラックのうんちゃんからは、あいつ警察にビビってやらんぞ、だぜマジだぜと思われているに違いない。生きるといいことないですね。オラオラー、かっ飛ばしていくぜベイベー。車どもジグサーの素晴らしい走りを見やがれ。高速道路よ、震えて待て。さあ来たで高速道路を、縦横無尽に駆け回って道路を痛めてやるぜベイベー。 ETC なんてないから一般レーン行くぜ。さてここで問題です。脳筋ライダーは新宿方面か富士山方面か、どちらのレーンに入ると思われますか。ちなみにこれから向かう場所は富士山です。それでは正解を。結果発表。正解は新宿方面のレーンに入るでした。一般レーンか ETC レーンの文字しか見ておらず、案内を完全に見落とすというその名に恥じない脳筋っぷりを見せてくれました。ちなみにまだ間違っていることに気づいておりません。はい、こんにちは。すいません、820円お願いします。これ使います？あ、大丈夫ですよ、はい、車載機なしでよろしいですか？です。はい、すいません、820円。 ETC カード持ってるなら車載機つけろよとツッコミが聞こえてきそうです。ここでようやくこの道は間違っていると確信した場面です。この時はマジで Google マップに八つ当たりしたい気分でした。高速道路に入り直しです。自分が悪いことは重々承知しているが、なぜかこの時は怒り心頭モードでした。これやってしまったな。さて気を取り直して出発です。とりあえずジグザー初めての高速道路ということで、今回は金魚の粉砂店で道のりを進めていこうと思います。ジグザーがうんこになるのはちょっと息づけならないが、やはり勝敗企業ということもあり、追い越し車線を走るのは厳しいものがある。まあスピード違反とは無縁のジグザーですから、おとなしく走ろうと思います。もしパトカー見つけたらこのジグザーでぴったり張り付いてやんよ。あ、待たせたな。警察さん今日もお疲れ様です。安全運転に努めさせていただきます。このジグザー90キロくらいまではストレスなく加速してくれます。ただそれ以上の加速を強いると結構車体に振動が出てきて手が疲れます。このくらいの振動だったら全然許容範囲内ではありますが、100キロを超えてくるともはやこれはジグサーと僕の我慢比べ対決みたいになります。とりあえず前に金魚がいたのでこいつにくっついていこうと思います。速度は80キロ弱、全然問題なく走行できるぜ。おい金魚どこ行くねん、芝居たろかボケー。新しい金魚見つけました。今度はデブ金魚です。速度にも慣れてきたせいか、だんだん前のデブ金魚の速度が遅いと感じるようになってきました。ちょっとかましたろか、ジグザーのパワーをとっとご覧あれ。うりゃー、どう黙ったかボケー。ジグザーの実力を見たかこら。すごいのは悲鳴を上げてるエンジンだけで、大してスピード出てなかったって。ミラーの振動も素晴らしいものであったって。やはり 155cc で追い越し車線を走るのは難しいものがありますな。検証結果としては、100キロ超えで巡航していくのはしんどい。手がだんだんしびれてきます。100キロ以内であれば特に問題ないレベルだと思います。やはり高速道路を頻繁に使うような人にはこのバイクは向いておりませんね。金魚発見、今度こそくっつかせてもらうぜ。逃げんじゃねえぞこら。山に近づくにつれてスーパー寒くなってきた。ちなみに富士山行くまでにかかった費用はざっと僕のボンミスを含めて3200円弱となりました。
正直こんなにかかるくらいなら下道で行った方が良かったです。家族持ちの貧乏人にとってはなかなか痛い出費となりました。正直関東圏のツーリングだったら下道で十分な気がしてきた。そして 155cc で高速道路は全然雑鳥じゃなかった。走行車線をのんびり走るような人なら特に問題はないと思われるが、追い越し車線で生きりたい人にはびっくりするくらい向きません。それでは今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくです。